はい、相手のパーティーメモっていきましょう。4匹かぶりしましたね。珍しいな。あんまりかぶんないですけどね。まあ Y だと思うんですけどね、ボルト先発の結構が添えて、カバカナットだな。相手になったやばすぎるので、ナットミラーで制す動きでナットを出していくか、こっちも危機としてリザを出していくか。リザですかね。はい、はい、対戦よろしくお願いします。もう韓国の人なんで、で2000超えてるんで、まあ実質セジュンですね。セジュンさん、対戦よろしくお願いします。この国際大会に接していきたい。スカーフ月光があったらもうタイヤリだな。リザから来た、やばいだと思うけどな。 X でも結構積んでる選手しましたね。ボルチンでいきます。これランド引きもきついんだよな。引く、はい、まあ Y ですよね。納得できて、ランド、はい、間違いなくガンプーが飛んでくるので、リザに引けないので月光河に引きます。月光河ガンプー食らうのめちゃくちゃ痛いんですけど、一回月光河でガンプー受けて、その後地震とかを呼んでもう一回ボルト投げるとかっていう結果、地震それをさらにガンプ読んでのレビュー使うみたいなタックを制さなきゃいけないですね。結構あれ、ワンに自信があるならメザコーリ強気に打っていってもよかったんですけどね。研磨いい、ほーほーレビッでいいよね。タスキ、いやー、ヤチェ考慮してのミスゼット打つもなくはないんですけど、リザにちょっときたいんですよね。タスキかなー、レビで。いや、ヤチェ持ってても貫くでしょ。あー、タスキか、タスキですかね。あ、タスキじゃない、Z ですかね。あ、しかも相手引けなかったみたいな感じですかね。いや、めっちゃ助かったな。リザー、はい。水 Z 押します。Y でしょうね。初手で引いたので。あとは振り方次第ですけど。さあ、メガシンか。これなぁ、落とせるとめっちゃ美味しいけど、だいぶ耐えられましたね。だいぶ、はい、水 Z 呼ばれてその B、 はい、ランドがいなくなったので電気の一貫は確定したんで、ボルチェンじゃなくて10万押しに行っていいか、もしくはボルチェン押すか。ナットが爪山持ってる以外は10万で縛っていい気がしますね。
10万で。ヘドロー爆弾とかヘドロウェーブ持ってれば次の手で増えるの切り返しを考えてボルチェンとしてリザインつなぐ動きもありなんですけど、引っ込めるナットかな、ミミッキュか、ほーんほーん、あーミッキュミキするのか、たらボルチェンの方が良かったですね。失敗した、リザーで。いや絶対捨ててくると思ったんですけど、そっかミミッキミキの動きあったか。剣舞ですかね、剣舞か Z のはず。引く、あー釣り出しか、はい。解放者で落ちると思うので打ちます。いやー、いや原子はたまに持ってるやついますけど、原子は落ちない。めっちゃ入りますけど落ちない。落ちないんで、なんとかなるはず。オバヒ、OK。まあそんなもんですよね。OK、OK。やっぱ耐久振ってる分、C に少し薄めな気しますね。オバヒで半分いってないんで。あー、ただこれ。さっきボルチェン打たなかったのが地味に響くか。あー響くな、これ型次第で負けますね。解放者でミスマス勝ってるかどうか。負けてる、あぶねー、あぶねー、タスキか、はい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 まあ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 、焼けなくても分かってますよ。タスキだったか、はい、対戦ありがとうございました。いやーボルチェン押さなかったのはミッキビキコールじゃないから微妙にミスでしたね。はい、対戦ありがとうございます。はい、相手のパーティー見守っていきましょう。うわー時間かかりそうだな。あー落ちちゃった、ちょただこっちのナットも重いと思うんですよね。こっちのナットも重いと思うんですけど、相手のチルタリスがあとこの大技を持っているかどうか、ティティフは絶対出したい。で、ティティフに対して多分ギルガルドが来るんですよね。やっぱリザーを合わせていきたい。勝ちのルートどうだろうな。ティティフリザー必要で、相手としたらこっちのレボルト、悪巧みレボルトがめっちゃ怖いはずなんですよね。なっとかな、かな。リザナットテテフで、いやーこれかなり読みを通さないと相手のサイクル崩せ、受けサイクル崩せないと思うので強気に動きたいですね。対戦よろしくお願いします。ただ相手がするとレボルトが嫌なので、そこをキーに相手の戦術や動きを読んでいきたい。ただ3匹割れるとそのレボルトの脅威が相手からするとなくなるので、ガールド OK、 出し勝ち OK ですね。あーリザ受けにはいろいろ来ると思うんですけれども、ドヒドイデが一番安定するんですよね。なんでドヒドイデに一番入るエアスラを打ちたいっちゃ打ちたいんですけど、放射から入ります。一回禁止で様子見てくる可能性もあるんで、まあ引きますよね。とひどいでかな。チルタリスか、流派打てたらめっちゃかっこよかったですけど、ただこれ X 読みかな、
エアスラもそれなりに入るので悪くないかな。放射プラスエアスラで、いや硬いか。リスは勝ってるんで多分ひるみチャンスとかもそれなりにあると思いますけど、硬いな硬いな。手で踏に引きます。六毒が羽休めなはず。チルタリスと、あー、レボルトをチルタリスで見に来たって感じか。チルタリス、ギルガルド、アット1、はい、羽休めですよね。でここでガルド来ると思うのでリザに変えます。リザで、でエアスラがどのくらい入るかだな。メガ進化しちゃったので耐久上がったので、はい、ここで合わせられるのはいい。一回禁止挟んでくるかな。 Y をいいことに晴れターン稼ぐために差がおかしくないですか。ただエアスラ打ちます。下げますよね。 OK、 チルタリスクリアーズ。どんくらい入るかな。3分の1いってくれ。いった。 OK、 次のひるみで突破できる。ひるませてくれ。引っ込める。孤立、あー晴れが解けるから、なるほどね。3匹見えた。納豆出します。いやーチルタリスこの技持ってるかどうかだな。持ってないなら呪い積んで電磁波、電磁波、はい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 、電磁波持ってるならメザ炎は技スペ的にないと思いたいので、ここは宿り切ってきます。まあ一回宿り切受けてから引くっていうあれですかね。はいまあまあまあここはいい。スキル頼むぞ、ね、宿り切で引く。はい、どっちに引くか。ガールド OK、 これチルタリスこの技ないかな。 OK、 えらい。これによって相手居座りにくいので、こっちは、呪い積んできやすいですね。まあ引っちゃったのがあれですけど、まあ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 、ウルトラポジティブに考えれば全部動けばジャイロの威力上がる。聖剣持ってんのか。聖剣持ちか。しかも90いって聖剣持ってるが普通の特殊残飯とかだと思ったんですけど、でも残飯はナプレイに渡してるか。次の聖剣耐えないかな。ガルドを一番削りたいんですよね。いやーどうだ、聖剣読んでリザ投げるもありだけど最強としては苦しくなる。聖剣耐えるか。 B の上昇値はないけど急所であのダメージ、リザ出します。ここはさすがに聖剣のはず。
Z かよく耐えた、偉い。これで影内圏外にも出てくれてる。 OK、 出てくれてるはず。チルタリスは受け出しするの厳しそうなので、ポリツーが来るんじゃないかな。放射で、ポリツー読みの放射で引く。チルタリスの方か。お、ナイス急所。あ、急所じゃないか。ヤスラで、いや放射、いや確実に打点に出る方にします。 OKOKOK、 チルタリスは突破した。でここでポリツーが来るので、釣り出しあるかな。いや釣り出されても納得です。待って、ハリターン確認したい。2か、はい、納得で。ハネ休めあればこういう時に相手の釣り出し読んで1回ハネ休めお茶に押し的にできるんですけどね。15歳か、はい、ハレターンを消化しに来た感じか。ここ宿り木安定ですね。宿り木入れましょう。ギルガルドを削ってデデフ圏内に入れてしまえばどうにかなるので、ヤドリギを、まあここはでもギルガルドを下げますよね。あ、一回突っ張る。オッケーオッケー。これはレービーのダメージ以上に回復が入るので美味しいですね。オッケー。ヤドリギ連打します。しない理由がないので。あー、まあ読んでリザーブ合わせるもゼロじゃないですけど、でもそれでもヤドリギ連打の方が確実ですかね。ヤドリギで、いますよね、はい。偉いぞー。でここで、いやいいか、聖剣を読んで手で下すっていうすげえ動きもあるんですけど、別にいいんですよね。ターンが消化して、で、研磨された場合は、宿り木のターンが稼げていいので、ここはジャイロ打ちます。とにかく削ること、手で剣内に入れることが最優先。オッケー。これは、一番いいですね。聖剣プラス、こっち麻痺でエースも下がってるので、接触、宿り木、ジャイロが入るので、かなりの削りになるはず。OK、ジャイロ。オッケー。これはさすがに、いけたと思う。いけたと思う。よかったー。もっと、受け切られるかなと思ったんですけど、なんとかなりそうかな。いやー、でもまだわかんないな。宿り木入れれば勝ちだな。イカ様、はい。ここ動いてくれ。よし、偉い。ナットめっちゃ偉い。一回しびれたけど、一番関係ないところでしびれてくれたから。これで勝ち確定ですかね。適当に種マシンガンあたりを打ちます。はい、対戦ありがとうございました。
何気にゴーストズッドリザバイが先進化して耐久力上がったから書いてくれたあそこも大きかったですね。はい、それでは今回のおまけ枠をやっていきたいと思います。今回はですね、鬼氷の、対策の一つを、ご紹介させていただきたいというところがあって、まずなぜこの、お話をさせてもらうかというと、前期の、シングルレートの終盤で、鬼氷がかなり、1900以上くらいかな大量発生したっていうところと、鬼氷の対策、今回使ったパーティーが実は鬼氷の対策がめちゃくちゃできてなくて、ボコボコにされて最終日にすごいレートを自分されてしまって、でそこから鬼氷対策ができるポケモンを構築に切り替えたら、2022かなまで伸ばすことができたというところもあって、まあ、自分の少し成功体験もあるということも含めて、鬼氷対策の話をさせてもらいたいなということで、この企画、このおまけの内容にさせてもらいました。で、多分立ち回りとかは多分結構皆さんも分かってると思うので、どのポケモンを入れると対応しやすいのかっていうところをいくつかあるんですけれども、2匹ほど今日は紹介していきたいと思います。結構メジャーな対応と少しマイナーな、対応のポケモンなんですけども、まずはメジャーの方ですね。私も今回使って、対応した方です。まず1匹目、ミミッキュの、痛み呪い型ですね。痛み焼きの呪い型、努力値ぶりは、AS ぶっぱで、性格はもちろん陽気ですね。鬼氷が抜けるようにというところで、基本的には特性と身代わりで、鬼氷に能力を上げられたりレイドを当てられたりしてもなんとかなるので、痛み焼きを打ちつつ相手のこの能力アップ展開を阻止していくという方です。でこのミミッキュのいいところは、対鬼氷にも強いんですけれども、他の構築にも結構出しやすい、ご汎用性があるポケモン、かつ鬼氷の対策ができるというところが、非常に素晴らしいところかなと思ってます。あと、一部ですね、前期か、もう一つ前か忘れたんですけども、穏やかかな、性格穏やかで攻撃技なしで、かなり特殊、防御を厚くして鬼氷のフリーズドライで身代わりが一回割れないっていうミミッキュもいたらしく、まあ、そういうミミッキュで対応するのもいいんですけども、汎用性とか使いやすさでいうと個人的にはこっちをおすすめするということで、この方を紹介させていただきました。はい、まあ、こちらはメジャーの方でもこれは知ってるよっていう方が多いと思うんですけれども、次にもう一匹の方ですね、紹介していきたいと思います。身代わりウルガモスですね。で、身代わりウルガモスを2つ紹介したくて、1つ目は、食べ残しを持たせた方ですね。で食べ残しを持たせるので、HP が 16N になっていて、残りを、鬼氷抜きまで抜いて、C に少し振ってっていう風になってます。技構成が炎の前、ささめき、蝶の前、身代わりということで、鬼氷いろんな能力を上げてくるんですけども、基本的に身代わり、蝶の前をうまく組み合わせていくことで、よっぽど運が悪いとかじゃない限りは、後出しとかからでも対応していけるようなポケモンとなってます。で、もう一つですね、今回食べ残しもあるんですけども、食べ残しじゃない方ですね、虫 Z の方っていうのもあって、でこちらは H が 16L-1 になるようにするということで、先ほどの食べ残しよりも HP を1つ下げて、その分、防御に、1つ高くしております。技構成は変わってないですということで、炎の前とさざめきがあることで、他のポケモンと対面してるときに相手を倒しながら、ここを上げる動きもできますし、さざめきは音技なので、鬼氷がもし身代わりを張っても貫通することができるということがあること。あとは、ターンが消費していって、HP が身代わりを打っていっても回復できる食べ残しっていうところと、相手の回避率が上がっても確実に当たれる Z を打てる MCZ っていうところが、まあ、それぞれ良さがあるんですけれども、今回2つ紹介しています。個人的には食べ残しの方が結構好きなので、上の方を使ったりしております。あと、このウルガモスのいいところは、そんなに汎用性が高くなくて出していけるパーティーが限られるんですけれども、VS 鬼氷の他に、クリセクチートとかポリツークチートの並びにめちゃくちゃ強くいけて、相手からすると何かのポケモンを死に出ししたりトリックルームした段階で助けの機能合算を合わせれば
このウルガモスを対応できるって人がいるんですけども、そこに対してうまく身代わりとかを、出しておきながら他のポケモンを突破することで対応もできるというところがあるので、まあ、強いパーティーには強く生きるというウルガモスの、方でした。ということで、まあ、他にもいろいろハミゴール対策あるんですけども、個人的に強くいけて、好きなポケモンということで、この今回2種類のポケモンを紹介させていただきました。鬼ゴールに苦しんでいる人はぜひこのポケモンのどちらかを採用してみるといいかなと思います。それでは今回はこれで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。